のいろいろな家族の在り方を考えます。初日の今日はアメリカ・ニューヨークから。さて、こちらの1歳の女の子、育てている2人の親はパパとママではなくパパとパパなんです。アメリカ・ニューヨーク郊外、地元の高校で心理カウンセラーとして働くジム・パレズさんは、仕事帰りにいつも娘のエリーちゃんを保育園に迎えに行きます。家に帰る準備はいいかい？1歳の誕生日を迎えたばかりのエリーちゃん、最近人見知りなんです。でも大丈夫そうだね。おままごとやパパに絵本を読んでもらうことが大好きな女の子です。赤い鳥さん、何を見ているの？そこに帰宅したのは、誰が帰ってきたのかな。同じく心理カウンセラーのエリック・パレズさん、ジムさんのパートナーでエリーちゃんのもう一人の父親です。ジムさんとエリックさんはニューヨーク州の法律で同性婚が認められた4年前に結婚。エリーちゃんは去年3月代理出産で生まれました。一家は同性婚の男性2人と娘という家族なのです。幼い頃から父親になることを夢見ていたエリックさん、養子縁組という選択肢ではなくエリックさんの精子を使った代理出産を選びました。代理出産を選んだ周りの友達が結婚して子供が生まれたりするのを見るうちに、子供を産むというプロセスを学ぶことが大切だと思ったからです。血のつながる自分たちの子供が欲しかったジムさんの思いも重なりました。男性カップルの代理出産の場合、まず卵子を提供してくれる女性をインターネットなどを通じて探すことから始めます。そして肌や髪の色、国籍、学歴などの情報をもとに卵子を購入、どちらか一方の精子と体外受精させます。その受精卵を代理母の子宮に移植、生まれた子供を引き取るのです。アメリカでは現在7割以上の州で同性婚が法律で認められています。それに伴い同性カップルの子供を持つケースが増加。代理出産を仲介する業者も近年依頼が増えていると話します。客の 20% から 30% は男性の同性のカップルで年々増えています。同性カップルが子供を持つことが社会で受け入れられ始めているんだと思います。しかし成功率は決して高くありません。ジムさんとエリックさんの場合も1度目は体外受精に失敗し、2度目は代理母が流産、3度目でようやく子供を授かりました。費用も高額です。12万ドルから13万ドルかかったと思います。相当な金額です。2人の収入だと高額ですね。お金と時間を本当にたくさん費やしました。でもエリーに会えて全てを犠牲にした甲斐がありました。念願だった親子3人での生活、初めての子育てはわからないことばかりでしたが、パパになって1年、ピカブー、今ではおむつを替えるのも手慣れたものです。どちらかが母親役ではなく、洗濯や食事の支度などの家事は2人のパパが手分けして行います。エリー、ちゃんと食べてる？水を飲んでるよ。食べなきゃダメだ。喜びと幸せを感じながら子育てに追われる日々。しかし内心は
娘の将来に不安も抱えていました。将来彼女に起こりうる問題は、母親がいないということよりも、周りの子供が2人の父を持つ彼女を差別するかもしれないことです。同性婚や代理出産への認知が広がっているアメリカでも、偏見が残っているといいます。19年前、エリーちゃんと同じように代理出産で生まれ、男性の両親に育てられた大学生のマリナさん。幼い頃はいじめられたこともあり、親が同性愛者であることを隠していたといいます。小学校は1クラス20人ほどで、同性の両親を持つ子供は私一人だけでした。そんな状況を乗り越えられたのは、両親の強い気持ちと勇敢さのおかげでした。娘が大きくなる頃には、同性カップルやその家族が自然に受け入れてもらえる社会になっていてほしい、そう願うジムさんとエリックさん。最後に私たちはこんな質問をしてみました。家族を形作っているのは愛です。僕らは低い確率の中、子供を授かることができた。それはたくさんの愛があるからです。家族は人を支えるために存在しているものです。子供を持つことは素晴らしいことです。彼女はきっと世界を照らす輝かしい光になってくれるでしょう。ジムさんとエリックさんは、エリックに弟や妹と考えていて、代理出産の資金を捻出するためお金を貯めているそうです。今週金曜日は国連が定めた国際家族デーです。パン・ギムン国連事務総長はメッセージを出し、多様な家族のあり方はより良い世界を築く助けとなるとした上で、日本テレビが家族をテーマにしたキャンペーンを立ち上げたことを喜ばしく思いますと異例の言及をしています。